昨日から島根県で行われた王将戦七番勝負の第3局は、午後4時半過ぎに後手の藤井聡太八冠が菅井竜也八段を94手で投了に追い込み勝利しました。まあ、いくつか読みが甘いところがあったので、そこは反省点だったかなと思っています。これで戦績を3連勝とし、タイトル防衛とタイトル戦20連覇の最多記録更新に王手をかけました。注目の王将戦第4局は来月7日から東京都立川市で行われます。